インターハイ神奈川県大会ロードレース、全国からえりすぐられたチームのてっぺん、王者を決める戦い。3日間に及ぶ過酷なレースの1日目は史上初となる3校同着。時に心折れ、自分自身に負けそうになっても、ゼッケンと誇りを背負い、ジャージに思いを込め、前へ。さあ勝負だ、箱根学園、そして京都伏見、かかってこい。決めようじゃないか、2日目の真の王者を。行くぞ、最後の勝負だ。はい、上がれ新海。あいえ、石垣くん全速力で走れ。そんなに急くなよ、御堂筋くん、まだ先はあるんだ。ゾンビかお前は。悪いが、今度は勝たせてもらうよ。譲らないって走りだな、総北1年今泉くん。けどそれはうちも同じでね。発狂しろ、船はピッカリついてる。そらフランクに入るぞ。滑った、離れる。すまん、ありがとう。当たり前や、こんなとこで転んでもろたら困る。石垣くんは僕のアシストなんやから。わかった、三者三つどもえ、上がる。俺が先頭でこのクランクを制する。最初にエースを切り離すのは俺たち総北だ。250m、きっちり引いたぞ、御堂筋。クランク前で恐怖しは、このタイミングでエースを切り離すつもりだったのか。勝利、あらゆる手段を使って僕が欲しいのは勝利ただ一つ。あいつは本気だ、見えろ御堂筋、見えろ。恐怖心、やられた。セオリ、今泉、お前は十分な仕事をした。金城さん、託せ心。金城さん、お願いします。俺の心を全力で預けます。追いつけ順次。来たか福富、当然だ、俺は強い。そいつは厄介だ。覚
勝つのは俺たちだ。俺はお前に感謝する。金城、目の前のこの状況に感謝する。敵だからこそ戦って出せる力がある。追ってる、いけるぞ。待った待った待ったお前、欲しいもんのためには全てを捨てる勝利や。高校生活の最後を飾る一大イベント、まさに青春の1ページにふさわしい。は、何が青春だ。行きたきゃ勝手に行けば。今回の企画は服のため、箱根学園のエースとして主将として重責を担い、その重圧に耐え、これまで俺たちを引っ張ってくれた服に感謝を込めてねぎらいたいと思うのだが、チラチラ見てんじゃねえ。で、どこへ行くんだ。卒業旅行の定番といえばズバリテーマパークだ。めちゃくちゃ混むとこじゃねえか。並んでるだけで一日終わりそうだな。それはいかんな。ならば別の場所を探すか。せっかくだからもう少し遠出してもいいんじゃないか。海外か。あ、いや、これとかどうだい。あ、だったらこっちの方が。早く決めないと福ちゃん来ちゃうぜ。いっそ11にどこに行きたいか聞く。それではサプライズ感ゼロではないか。あ、これだ。選んだ理由言いづらくない。いいんじゃないか、楽しそうだし。大丈夫だろう、メインはこの美しい景色のようだしと思っていたのに。思ったのと少し違ったな。少しじゃねえよ、閑散としすぎだろ。まずいな。あ、服が怒っているように見える。どうする、荒北。どうするったってよ。いや、あれはいつも通りだろ。わかりづれえな、鉄仮面。だから素直に定番ランドにしておけばこんなことにはならなかったのだ。俺のせいかよ。俺は好きだぞ、こういうの。おい、あ、いつまでそこにいるつもりだ。行くぞ。しょうがねえ。服に最高のもてなしをするため。行くか。俺たちのエースのもとに。ありがとう。全力で勝負してくれて。これで俺は心から笑える。お前もこの位置で重責と、そして自分自身と戦ってきたんだな。お前は強い。だが明日は負けんぞ。明日、僕、レースには出えへん。悪いけど僕、京都伏見自転車部今日で退部する。あの。誰や。御堂筋君も買い出しですか。上りでついてきた。御堂筋君、あの、一つ聞いてもいいかな。ダメや、気安く話しかけるな。前からすごく気になってたんことがあるんだけど。ダメや、言うとるやろ。ザクザクって言ってるけど、アニメ好きなの？ずっと僕一人でアニメの話する人いなくて、一人で通ってたんだ、秋葉に。
そんなに勝負したいんやったらやったる。勝負？薬局までや。お前が勝ったらじっくりアニメの話したるわ。加速に、ついてきよい。しかもキモい。笑うとる。なんやこいつ。笑うとる時の方が圧倒的に早いやないか。やっぱり早いね。聞きたいことがある。あ、はい、何でしょう。さっき勝負してる時笑うとったのは、勝ってアニメの話をしたかったから。アニメの話もありますけど、ついついなんです。自転車乗ってると、特に誰かと一緒に走ってると、楽しくなって笑ってしまうんです。楽しく、それで笑うて単純すぎるやろ。キモ。どこや御堂筋。御堂筋。どんなにお前が二日目ボロボロになっとっても、俺がゴールまで連れてったる。せやが。石垣さん。あかんや。石垣君。スタートで待っとかな。君は僕のアシストなんやから。御堂筋。なあ、ええ天気じゃのう。インターハイのルールは単純でええのう。途中何があってもどうやっても今日3日目先頭でゴールしたもんが勝ちじゃけんのう。ええ、インターハイ3日目最終日、2日目1位2位3位の選手がスタートラインを駆け抜けていきます。ゼッケン4番、箱根学園新海選手、東北高校1年今泉選手、少し遅れて京都伏見の石垣選手です。続いて最初のグループです。行って最後や。決まるで小野田君。うん。交渉成立だよメガネ君。やあ坂道君。うちと一列になってる。へへ、協調だよ。目的が同じ、あるいは敵が同じ場合、チーム間の垣根を越えて協力し合って走る。一緒に走る？協調。集団は人数が増えりゃ増えるほど速度が上がる。みんな、今日は最終日じゃ。何もためらうことはないぞ。わしらの目的は一つじゃ。やつら、わしらが絶対追いつかんと決めてしもうとる。やつらに集団の速さを味合わせてやろうや。どうしたの？真奈美くん。いや、ちょっと気になる感じがして。え？なんか、荒れそうだな。嘘？え？天気？いや、違う。もっとじゃ！もっと速度上げるんじゃ！すべてのカーブの先には先頭の奴らがおると思え！追いついた！先頭！息が上がってるね。今泉君、限界か。ここは先頭、最もゴールに近い場所だ。戦場だよ。動く。金城さん、ハコガク動きます。やはり仕掛けるか、福富。坂道君、後ろ。
荒北さん、すぐ来ますよ。つか何てめえさっきからこそこそやってんだ。オーダーとか漏らしてんじゃねえ。フランク。こいつは正直想像してなかった。すごい数だ。ちくそせ、箱学と総北に食らいつけ。広島呉南町宮、あいつか、あいつが。荒北さん、このままでは飲み込まれます。くそ、福ちゃんのオーダーは。ちっ、しょうがねえ。泉だ、ちょうど連れてけ。荒北さんは、この集団コントロールして遅らす。おめえらゼガヒでも福ちゃんに追いつけ。この状況を読めなかった俺のミスだ。疲れるぜ。荒北さん、荒北、罠だけ、列から出たらあかん。捕まれ、ナルトくん。離れた。チームと一瞬で取り残されたとか。総北のクライマー君、お前ほんまに持ってないの。なんば急にまとまっとったか。広島はお出かけでもすっとか。ああ、お前ら捨てて戦闘までの。もう用済みじゃ。戦闘に追いつくんは広島6人だけじゃ。飛び出した。さて、わしらはとりあえず逃げた獲物でも捕まえちゃるか。広島来まして。あの人はみんなを混乱させて気持ちを揺らして壊す人だ。ダメだ、あの人だけは絶対に行かせちゃダメだ。すいません、今からあの人を追いかけたいんですけど。あの、協調しませんか。ああ、もう俺は。すいません、協調しませんか。そんな足残ってねえよ。あの、無理だよ。早くしないと。早く。あの前を追いかけたいんですけど。僕と共闘しま…出せんか。あ、てめえ細メガネじゃねえか。箱根学園の2番の人は何がんくれてんだ、こら。あー、いえ、僕の苦手なタイプだ。でもお願いします。僕と一緒に共闘して前を追いかけてください。うっせえ、なんでてめえと走んなきゃなんねえんだ、バカ。ほら、たった今広島野郎に出し抜かれて一杯食わされてアタックしてんだ。てめえの遊びに付き合ってる暇ねえんだよ。僕、なんで集団に。どけ、邪魔だろ。なてめえ、まだ諦めてなかったのかよ。お願いします。追いつくためなら僕は何でもしますから。なんだこいつ、なんでもだけど、こいつちょっとだけ乗ってやるよ、協調。引け。はい、追いかけんぞ。はい、ありがとうございます。箱学と総北が飛び出したぞ。どうかしましたか。ああ、もう一人連れてくやつがな。やっと来やがったか。やあ、坂道くん。まなみくん。三人ならきっと3倍の速度で追いつくよ。うん、行け、細めがね。はい。もう限界か。
全開で走っていいですか？全開？荒北さん、彼、もっと回しますね。なんだこいつ。ケイデンスを上げるのと同調して匂いが変わる。こいつの匂いは敵をかっくってやろうって欲がね。純粋な匂いだ。期待以上だ、小野田ちゃん。今度は俺の番だ。変わるよ。うん、ありがとう。楽しいね、坂道くん。うん、坂ならもっと楽しいね。うん、おいこら、一年坊主。さあ、平坦じゃおっせえんだよ、クライマーってやつは。見せてやんよ、王者箱学のエースを過去何度もゴールまで運んだ箱根学園ゼッケン2番の引きってやつは。空気の感じが変わった。見落とされんなよ、一年坊主は。そいつは残念賞だ、小野田ちゃん。小野田くん。牧島さん、田所さん、ナルト君。泉だ、てめえが引いてて広島に抜かれてんじゃねえよバカ。すいません。でもよかったです、また合流できて。合流しないんですか、荒北さん。小野田ちゃん、匂ってんだろ、臭い匂いが。あ、止めらんねえんだよこんなところで。引けんだよ、燃えるんだよ、うずうずすんだろ、敵かっくらってやろうってな。なんでじゃ、集団に取り込まれたはずのお前らがなんでここにおるんじゃ。そうだ、俺が見たかったのはそういう顔だよ、待ち見や。加速じゃ、箱学振り払え。里崎一生の目いっぱい引っ張れ。逃げらんねえんだよ、ドブ待ち見や。俺に食われて、てめえはここで終わりか。ミヤ、観念せえや。あれやらんと、こいつは引き離せんで。戦闘つくまで取っときたかったんじゃが。これは…あの人、空気が変わった。悪運だけでここまで来たと思うなよ、箱がく。なんだ、あ、こいつ…早い、こいつゼロスタートが異様に早え。来いや、さっさと決着つけようや。わしが噛み殺しちゃうなあ、箱がくのか。えい、ああ、血が出てます、荒北さん。せやれや、お前も頭突き。ゴング代わりじゃ。箱がガチに落とす勝負だ。後ろ引き離せるぞ。格がドブ王者箱がく。これで終わりじゃ。やった、やるわ。だそっちか。どうだ箱がく。落ちろや。荒北さん、僕にできることがあれば何でも言ってください。さあ、だったら黙ってついてくんな、てめえらのやることだ。俺は運べって言われてんだよ、くちゃに。出た、ふむちゃん、ペットじゃ。この狼完全に噛まれとる。敵じゃないぬ、今年の箱がくは。ひっくり返してやるんじゃ。
去年のあの日を、第二ステージのあの痛みを、今ここで。なんで笑うた？わかるぜ、その気持ち。俺はおめえみたいなタイプ嫌いじゃねえ。何がわかるんじゃ、お前みたいな箱学のエリートに。そっくりなんだよ、昔の俺に。がっついててイライラしてて、目につくもんに飛びついて、昔のことにこだわって、しまっちまったもん引きずり出して、蒸し返しちゃ他人に当たんだ。町宮、俺は全部の力使って前に進んでんだ。おめえが前見て全力で走ってりゃ、今頃俺たちハコガクを脅かすくらいの弾になってたかもな。見とれた、一瞬わしがあいつに、あいつの走りに。なわけないじゃろ、わしは一度噛みついたら離さん、クレの刀剣じゃけ。勝つんじゃ、わしがハコガクに、わしが、わしが。くそ、なんか言うとる、聞こえん。レース終わったら一緒に飲もうぜ、ベプシー、おごってやるよ、俺が。強えよ、お前。くそ、追いかけよう、ミア。戦闘まで追いつけ、まだ勝機やめえ、言うたり。気力、体力、闘争心、今持っとる力全部出して負けたんよ、わしら。悔しいが、奴の言うとった通りかもしれんの。見えました、先頭です。ついと遅くなった。不思議ちゃん二人きっちり運んだぜ。荒北さん。まあ、荒北さんがいなかったら、その後ろの集団からも飛び出せてなかったと思います。 あと広島は強調してんだ、足りめえだろ。けどそいつはここで終了だ。こっからは敵同士だぜ。あんま慣れんなよ、小野田ちゃん。はい。いちいち注文きつすぎなんだ、くちゃん。ああ、お前ならやれると思っていたからな、荒北。はぁ、おぉ、見ろ、後ろから上がってくるやつがまだいるぞ。置いてきたのかと。バーガー、あいつらが落ちる玉かよ。待たせたな、金城。シュー。チーム6人全員揃ったで。揃った、取るぞ、総合優勝。箱根学園、始動だ。というわけで、テーマパークを満喫するための心得、その1、日常を忘れるべし。これさえつければ誰しも夢の国の住人だ。って、住みたかねえよ。こんなもんつけて歩けって冗談じゃねえ。だいたいお前はいつもと大して変わんねえじゃねえか、ズリーだ。はあ、この違いがわからぬとは甘いな、ラクトン。登れる上に旅行もしきれる。加えてこの美形、そして光る、動く、天は俺に難物の突きけよ。アラキタン、これはロードレースにおけるジャージも同じ、なければ裸でレースに出るようなものだぞ。裸の方がマシだよね。ではこうしよう、これはロードレースにおけるゼッケンも同じ、つけなければ参加資格がないと思え。ジイチはどうす。おお、口裏がよ。どうだ。オーケー、ジイチ。オーケーじゃねえだろ、福ちゃんまでやんの。予想以上だな。よし、記念撮影だ。とんのかよ。どうぜ。テーマパークを満喫するための心、その2、時はすべて一瞬ならば、その一瞬を忘れないように心に、そして写真に刻もう。
おーい、ジチ、取るぞ。よっしゃ、行くぜ。テーマパークを満喫する。なんだっけ、心得。はい、その3、大声出してストレス発散。テーマパークの絶叫王者っつったらやっぱジェットコースターだろ。乗れよ、福ちゃん。俺がゴールまで運んでやんよ。王者にしては可愛らしいな。せっ、これしかないんだからしょうがねえだろ。はっ、振り落とされん。よっ、意外にあるじゃない。まあこんなものだろう。いやー面白かったなあ、ジイチ。ジイチ、ジイチ、ジイチ、福ちゃん。石垣君、今日は3日目最終日、しかもレースは残り半分。本当の意味でのサバイバルや。ゴール前まで生き残るのなんてほんの一握りや。見とき、今一番生きのいいやつほど落ちてくよ。3年か。短いようで長かったぜ。そろそろ俺の仕事も終わりだな。新海、変われ。インターハイラストステージだ。博学は俺が引くぜ。さっきまで広島とバトって仕事してたつのに基盤じゃねえか、荒木か。最高潮なんだ。アドレナリン出まくりだよ。このままエース積んでゴールまでだって言ってやんや。ララー、やっぱりすごいです、荒北さん。わかったぜ、福ちゃん。確かにインハイラストステージの戦闘は半端なく気持ちいい。マジで。なあ、福ちゃん、俺は十分やったわ。濃密な3年間だったぜ、福ちゃん。俺はお前にだけは褒めてほしいんだ、福ちゃん。ああ、ヤツ、お前は最高の走りだった。ヤストモ、お前なしではこのチームは成立しなかった。最高の走りだった。来た、瀬戸箱が来た。総北離されてるぞ。100メートル、いや200メートルだ。200メートル。上等や。すぐに追いついてやるよ。俺が引いて。なっ、何しとんねん。しかしここはワイが引く。お前は小さい。田所さんの風よけには不向きだ。お前かて金城さん引いて疲れとるやろ。休め。黙れ、ここは俺がやる。なるか、今泉。何やってんしょ、一年。なら、せーので行くで。本気出せよ。せーの。うわ、 東北、あれ。
加速したぞ。あの3年の皆さん、ここまで連れてきてもらってありがとうございました。小野田、僕たち限界まで頑張りますから、インターハイ最後絶対勝ってください。運んだれ、ワイヤのジャージ。俺たちができる限りのことをするんだ。待ってるかい。待てよ箱がくん。加速だ泉だ。はい福富さん、アブ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 。アンディ、フランク、聞こえているよ君たちの悲鳴。だけど引く、アブ、ハコガク加速。そんな、あっちゅう間に500メートル以上の差が。皮脂、筋肉が、限界を超えた筋肉が、鉄のように硬くなって皮脂だ。こうなるともう痛みは感じない。意志だけが路面をすごい速度で走っているような。肉体はそれに1ミリの誤差もなく突き従い、走ろうというイメージを 100% 具現化する。これは早いんだけど、それはもう終わりが近いことと同義なんだ。孫悟空、引き離しました。泉だ、泉田さん。あとは頑張ります。任せたけど泉田。新海さん、悔いはない。心から言います、僕はあなたと走れて今とても誇らしい。総合優勝取ってください。アトレ学園。イズミだ、よくやった。松毛くん、今泉くん、鳴子くん。あ、分かっとるかな。離されたんなら追いつきゃええだけの話や。ショートローテーションで行くぞ小野田。20秒ごとに先頭交代だ。うん、死ぬ気で回せ。最後の役目や、見せるぞ全力。うん、運ぶぞ俺たちのジャージを。うわ、下がる位置で。よくやった。よ、今下がれって。小野田、鳴子、今泉、最後のオーダーだ。ペースを上げて箱学との差を詰める。そして山に入る手前でチームを切り離す。待ってください、金城さん。ワイはまだ走れます。ワイはまだ全力出してません。ナルコ、お前ならわかるだろ。今は全力かどうかは問題じゃない。たった2つ、敵に追いつくかそうじゃないかだ。俺が繋げてやるよ。おらおらおら、もっと上げるぞ田所。他の者は振り落とされるな。はい。山の手前のこの平坦で何としても追いつけ。6人の意志で捕らえた、ハコガク。来たね、振り切れ新海。OK、注意し。並ぶぞ田所。タダコロ、なんだ。一歩一歩は積み重なり積もる。その重なりが結果だというのか。全力で引け新海。箱学、なんやあのアホみたいな加速は。差が広がってるぞ。箱学4番速い。変わる機銃。機銃、おめえはしばらく足休めてろ。ここからは俺一人の力で追いつか。田所っち、さっき言っとくぜ、
ありがとよ、3年間。進化。行けつけ。うれうれうれ。もげる。もげる。酸素足んねえ。いくら吸っても足んねえ。分解しそうだ足。もげそうだ。けど、チーム引っ張る最後のゴールだ。ペダルを踏め。俺は田所ジン。勲章だけは誰にも負けねえ。おっさん、この最後の兵站がスプリンターの俺にとってのゴールだ。山まで残り 500m。 クソかっこいいっす。並ぶ。うらあ、僕がこんななんだ。東北すげえ。マキシマ、約束果たしたぜ。最高のポジションまでジャージを運んだぜ。頼むぜ、ゴール。ロッサーン。くっ、いよいよ山だ。誰が出る。エースクライマー、どこのチンパチ。1年生クライマー、マナミ山岳。昨日の覇者、福富純一。総北は、おい金城、出るっしょ。おい、ど二人出た。おい、なぜ今なんだ。なぜ動かない。レースは終わった。俺が全てを台無しにした。嘘だろ金城。なんだこの湧き上がるようなプレッシャーは。大丈夫ですか金城さん。頭痛いんですか。あの前に倒れたら支えろって言ってたので、それで声を。そうだ、俺さえも忘れていた。このジャージは6人全員のジャージなんだ。1年マキシマ、よく聞け。今からオーダーを変更する。そしてこれは絶対に完成しろ。マキシマと共に山を登れ。そして誰でもいい、このジャージをゴールに誰よりも早く叩き込む。しょ、チャンスは一度だ。絶対に逃すな。探せ、掴め、引き寄せろ。敵は箱学最強の布陣だ。だがやれるはずだ。俺と田所の思いも持っていけ。成長しろ、まだやれるはずだ。今泉俊介、鳴子小吉、まだ目立ち方が足りないんじゃないのか。小野田坂道、役割はある。ゴールまでだ。絶対に諦めない。それがチーム総北だ。はい、しょう。諦めない走りか。来たか総北。それがお前が選んだチームの形か金城。テーマパークを楽しむために、その4だな。せっかくの開放感なんだ。こうして外で食うのもいいもんだろ。うん、そろそろいいかな。食う。ああ、頼む。早い。てめえ肉ばっかじゃねえか。
好きだろ。まあ食えよ、バキュン。出た、深海の坊主。残さず食えという合図か。箱根学園最速の男、進化。よかろう。いただきます。いただきます。じゃんじゃん食べてくれ。ビクター、野菜もちょうだいよ。ジン君、また並ばれたな。言うぜ、深海。いい勝負だった。お互いにね。追いつくのか、総北は。おう、うちは完璧な布陣だ。作戦はねえな。多分金城が出れなかった段階で俺たちはやり尽くした。あとは成り行きで。アバウトだな。それがいいんだよ。あのバカには特にな。どうかんかい、うらぁ。ワイが何話のスピードガン、そーっと天才ロケット、ナルト触手や。あの赤いやつ、このシャドウものとも視界で登ってくぞ。ほなみんな、そうゴール。もっと派手に景気よく頼むで。すごい、ナルコくん、お客さんを。確かにすごい走りだ。だが大丈夫なのか。このままだとナルコは失速する。ナルコはスプリンターだ。勢いだけの全開クライムは長く持たない。ナルコくん、そのセリフ待っとったで、スカシ。お前ほんま派手好きの意味分かってへんな。ヒーローの必殺技はみんながピンチの時に出すもんやろ。必殺技、こいつが鳴子商店自社開発アームストロングクライムや。乗ってけ、小野田くん、スカシ、マキシマさん、箱学行きの最速特急ナルコ号や。すごい、ナルコくん、スピードが上がった。知っとるか、ガス欠寸前の体は軽くて速いんや。ナルコくん切れてる。あいつ走りがやばい。変わるよ、ナルコくん。下がれ、ナルコ。一応派手な、ナルコ。おいおい、スカシ、そりゃ誰に撃たるんや。ワイはナルコ小吉やで。イジ、そんなもん張ってなんぼやろ。くそ、あかん。視野狭なってきた。限界追い込みすぎて脳に酸素足りんくなるっていうあれか。目が、そう、頭にクラクラしてきた。けど足は動く、白線は見える。こいつをたどれば繋がっとる。前の敵に、ナルコくん、僕が引くから。小野田くん、アホか、心配しすぎや。ワイがリタイアするとでも思っとんのか。初めに約束したやろ、私と3人でトップゴールするて。ゴールまで行くっちゅうね、最速でや。ナルコくん、目が。けど一つ頼み聞いてくれるか。ワイスプリンターやから、ほら山苦手やろ。きつくてつい頭下げて走ってまうから、後ろから見て次のカーブ右か左か言うてもらえるか。
絶対ハコガクに追いついたる。でも頼んだで小野田くん。50m くらい行ったら左。ハルコ君しばらく待ってく。小野田くん成長したな。右頼むで、ワイらのゴール。大きく左カーブ。見えんけど分かるわ、肌で。このカーブの先におる、おるんやろ。ハルコ君見えた、見えたよ。先頭の箱根学園だ。そのびっくり顔は見たかったわ。すまんかったな。しかし小野田くん、わいが言い出したのにな。約束守れそうにない。頼んで、しかし小野田くん、鳴子くん、鳴子、カッコつけすぎなんだよバカ野郎。三人一緒にトップでゴールするなんてへそらごとみたいな約束、一番よ守りたかったんだろうおめえが。だったらやってやろうじゃねえか。ならば聞かせてもらおう。金城の代わり、エースはどいつだ。総北のエースは俺です。ここから先は最後の上り、最終ゴールまで残り15km、最後の勝負どころ、富士あざみラインだ。勝負です、福富さん。な、総北から一人飛び出した。今泉君、俺は福富さんみたいにフェイクはやりませんよ。独走します、そしてゴールします。残り15km、飛びます。このまま単独で登り切ることは無理。いや、それをやる気か今泉。それが出る。引け。力の勝負をして勝つのはどういうやつだと思います。簡単ですよ。強いやつです。なんだこいつ、またアタック。あくまで独走にこだわる気か今泉。まさかいきなりエースが飛び出すとは想像してなかったっしょ東堂。くそ、初めから総北はそういうつもりだったのか牧ちゃん。いや、俺も想像してなかった。できるわけねえのさ、考えもつかないからだ。15km も残しての無謀なアタック、最終日上りだ。ましてやインターハイは大事なレースだ。頭に刷り込まれてる。大事なレースのラストゴールは最後の最後に決めろって。俺もお前も福富もだ。くっそ、行かせないっしょ。どけ、どけ、邪魔だマキちゃん、どけ。勝てる。今このままこの状況が変わらないのなら俺は優勝できる。はい、174番リタイアです。選手来ます。皆さん道を開けてください。あとは頼む。おお、また落下だ。京都伏見だ。大丈夫か君。おい、水持ってこい。冷えたタオルも。御堂筋頼んだぞ、俺たちのジャージを。見つけた。待て、おい、将、お前はとっくに後方へ沈んだんじゃなかったのか。京都伏見御堂筋。くそ、くっ、おい、丸見よ、くっ、
上には総北一人、今泉だけ。坂道だよね。あいつは登れるやつだが、今みたいな攻防にはついてこれねえ。あの、僕もあの前を追いかけた方がいいですか。そっち、牧島さん。バカ野郎、決まってんじゃねえか。ああそうだ、ここから先は何も残さなくていい。エースを守れ。今泉と二人で俺たち総北のジャージを、近所の田所の鳴子の俺たちのドリーム、一等最初にゴールに叩き込め。はい、やろうよ勝負。前のエースのとこまでどっちが速いか。乗ってる。どっちにしても目の前の全員を蹴散らさんとゴールにはたどり着かへんのやから。よし、前出た。早っ。マナミ、条件つけようか。エースまでたどり着くこの勝負、負けたら勝った方をゴールまで追い抜かない。これとや。面白そうだね、それ。ギリギリじゃないか。ここで来る。6番、気持ち悪い加速したぞ。なんや、羽、一瞬羽見えたわ。悪いけどこの勝負俺の勝ちだ。うきゃー、マジ早ー。それがとっておきか、とっておきか。ねえ、やべー、こんな感じ。ゴールまで残り9キロ。ずっと一緒にいてくれた牧島さんはもういない。一人なんだ。僕は強くならないといけないんだ。強くなれ。牧ちゃん、御堂筋のフィジカルと判断力、マナミの一級の途端に遅れて飛び出したメガネ君が追いつくと思うか。当然だ。あいつは振り返ったり立ち止まったり器用じゃねえけど、一歩一歩確実に登る男なんだよ。メガネ、なんで君がそこにいるの。坂道君、おい、着いた。追いつきました、マキシマさん。なんや、東北メガネ、お前は。マナミ君、御堂筋君、追いつけて嬉しい。だけど僕は牧島さんにエース守れって言われた。みんなにジャージを託されて、ゴールを今泉君と二人で取ってこいって言われたんだ。だから御堂筋君、僕は君を止める。そして絶対にエースのところへは行かせない。少し分かりやすくなったわ。要するにちぎればいい。いいことやな。絶対止める、御堂筋君。絶対に。ここは威廃のラスト、残り一桁やぞ。因果はガラーキや。下手やな、ラインドリー。坂道、張り付きすぎて道見てなかった。止まれ、止まれ。
すいません、通ります。僕しかいない。今この状況を何とかできるのは僕しかいないんだ。見えたでーす。ええか、先に福富君に並んだ方の勝ちや。まーな、坂道。後続が追いついた。残念、一線横並び。先頭集団5人だ。残り5キロ、楽しみだよ坂道くん。今泉くんに言わなきゃ、これだけは。今泉くん、今泉くん、本当にごめん。僕はエースを守れって言われたんだ。なのに僕は御堂筋くんを止められなかった。今泉くん、本当にごめん。呆れたぜ、お前って男には。ここは先頭だ、インハイの最終戦の。そこにお前は後続から飛び出し、上り他の奴に遅れることなく追いついた。たった今、とんでもなくすげえことしてんのに、最初に言った言葉がごめんかよ。そこはどうだ、来てやったぜ、感謝しなって胸張るくらいちょうどいい。謝るとこじゃねえんだよバカ野郎。よく来た斧だ、いや坂道。今泉くん、お前もゴールを取れ。僕がゴールを尽くすぞ、俺たちも全力を。行くぞ、この道の果てのゴールに。ビビ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 。言っただろ御堂筋、行かせないんだよお前は。やってみろ、何度でも。その度全て止めてやる。友情の力言うやつか。肩殴り合って士気高まって力も増した言うか。御堂筋くん、内側から。しまっ、御堂筋くんが前に。坂道立てる。一人やったら止められたんやないの舞台泉くん。キーボー今泉くん、心配すんな、取り返す俺が。だからお前は絶対ついてこい。キモキモキモ。俺は派手好きな真っ赤な野郎に、やるときはとことん派手にやって限界まで走れって教わったんだ。地味なメガネの男には壁ができたら突破するだけだって教わった。え、俺はそんな馬鹿げたすげえ奴らがいなかったらここには立っていない。はあ、何言うとんの、それ友情の話。そんなに友情が大事やったら手つないでゴールせえ。つないだ手を掲げてゴールする。
赤い髪の野郎が描いた夢は実現できなかったけど、そいつは力になるんだ。積み重なった思いってのはこういう時に背中を押すんだよ。見せたるわ僕の真の姿を。君にはここで落ちてもらうから。引き離すつもりかよ。先頭は俺が走るんだよ。せいやから、俺ら言うためやら。俺ら、はい、ちょっと足は持つ。このままゴールまで俺は勝つ。接触？今の音フレームか。決定！横から出た。下りの最後で恐怖心並んだ。よかったよ。パンクとかチェーン切れるとかじゃなくて、フレームならすぐにはいかねえ。ゴールまでなら走れる。俺は勝つ。勝つんだよ。ノビラ、もっと結晶化して、全てを捨てて一つに結晶。前、世界の全てをぶっ潰して羽ばたく男、御堂筋アキラ君や。何があっても前に進むんやで。総北前だ、ゆすらめ。すげえ。なんや、なんやこの景色。あいつのケツ。ああ、黄色い色は幸せの色、レースの色、抜け殻になる寸前、出し切った時の色。あかん、すぐ勝利。左足が終わったんやったら右足だけで回せばええ。目の前の舞台泉を抜けばええだけや。お前には未来がある。結果は必ずいつか報われる。キモ、石垣くん、ほんまにキモすぎやわ。出し切ったのか、御堂筋、全てを。フレームは力が逃げてるが、なんとか持つ。風邪やあ、やっと追いついた、今泉くん。俺たちは強い。レイクエアフクちゃん、ぶっちぎりでゴールだ。
俺は音もなく加速する。それは動きにロスがないから。疲れた時は気づかない。いや気づくから、お前うっせえから。え、気づいた時には俺は彼方だ。バッサー、あんな想像しいやつに抜かれた。よし、変われ荒北。変われじゃねえよ、距離開けすぎだろ。もっと回せよ福ちゃん。だが見ろ荒北、敵がチラチラ見える距離だ。燃えるだ。ああ燃える。ゆらゆら前走ってんじゃねえぞ。今度は俺が回すよ、ジンパチ。ああ、ヤスト。ああ、箱根の直前にさ、鬼が出るって噂知ってるかい。死ぬかこいつ。箱根でも直線でもねえのに。エロ、アナミ。アナミ。ついたら勝負。俺たちは王者だ。なんだこの湧き上がるようなプレッシャーは。前へ前へ進もうとするプレッシャー。手に汗を。俺が なぜ笑っている。総北、お前ならきっとついてきてると思ったぜ。曲がれ坂道。176番こいつが。分かってるな。分かってる。それ前を走ってるマナミを追えるのはお前しかいない。うん、手の震えは自分で止めろ。仕掛けるポイントは自分で判断しろ。お前は一人しかいない。だが心配するな。このジャージの背中には俺たち総北全員の意志が込められている。うん、あ、登れ小野田坂道。うん、登るよ今泉君。先頭は誰だ。残り 2.5 キロ。今泉。はい。俺たちは戦況を読み、最高のタイミングで最良のクライマーを出した。それさえも読んでいたのか。いえ正直びっくりしましたよ。予想できなかったっす。けどあの際でよくわかんないっすけど、信じてたんです。俺、あいつがついてきてることを。俺があいつについてこいっつったんで、したらあいつ分かったっつったんで。それだけ信じて、預けて、任されて、全力で走る。そういうシンプルな戦略だったみたいですよ、総北は。俺も今気づいたんです。それってロードレースそのものの面白さだったんですよね。すごいケイデンス、今までで一番回してる。でも風、これならどう。それケイデンスだけで回れ回れ回れ。抜いた、東北が迫力を抜いた。ごめんマナミ君、僕は行くよ。任されたからジャージを届けるのが僕の役目だから。いや待ってよ、走ろう。もっと出し切るまでさ、出ないともったいないだろう。一瞬で追いつかれた。流行る前に出た。マナミ君もケイデンスを上げ、上りでギアを上げた。ごめん、俺頂が近づくと
心流行っちゃってギアが自然と上がっちゃうんだ。ギアを上げるたび羽が見えるよ。最後のゲートが山頂が欲しい。9段目また加速した。山頂は誰にも渡さない。もう一丁10段目動かない、踏めない、限界ってやつ。いや、いけるはずだ。俺が今いけるって感じてるんだから。田所さん、金城さん、鳴子くん、牧島さん、今泉くん、みんなに託された、みんなで繋いできたジャージ、見えろー見えた、見えた、見えたよ、真奈美くん。何、君、坂道くん。回れ、回る。心臓も痛くて、足もギシギシいってるのに、足が回るよ。真奈美くん。近づいてる。追い上げてる、総北くん。追いつく、追いつくんだ。真奈美くんのところに、早く。おい、着いたよ、真奈美くん。すごいや。ボロボロだけど、体バラバラになりそうだけど、やる、勝負。このつづらの先、道の終わりにある大きなゲート、そこを先にくぐった方が勝ちだ。うん、やる、競争しよう、真奈美くん。動けよ、持てよ、足！心臓がゴールまで動いて！ゴール！ゴール！ゴールする！見えた！この距離！山頂を！ジャージを！取れ！坂道、取れよ！総北スパート！お願いします！牧島さん！行け！東堂！その中から決まるぞ！最終日の3位が！取れ！当然だ！そのために上がってきたのだから！シューッ！行けしょ、坂道！お前のやり方で突破しろ。小野田、待て、真奈美。総合優勝は総北高校。
3日目富士の山岳ステージを制したのは176番小野田高道選手。道くん、七海くん、出し切ったよ。もう何も残ってない。おめでとう、勝ちだ、君の。あれ、やば、手上げる力も残ってないや。実は僕もごめん。君と、うん、走れてよかった。男4人で観覧車って寒すぎんだろ。そういや夜になってちょっと冷えてきたな。そういうことじゃねえ。観覧車でイルミネーション、これなら失敗のしようもあるまい。この旅行本当に福ちゃんのためになってんのかよ。もはや挽回のチャンスはこれしかないのだ。俺たちが楽しめば11にも伝わると思うけど。お前たちに言わなければならないことがある。怒ってんのか福ちゃん。けど元はといえばこいつが。なんだと、俺が悪いというのか。まあまあ二人ともどんまい。手前が言うな。ありがとう。新海、箱根学園のゼッケン4番よく戻ってきてくれた。お前は史上最強、最速のスプリンターだ。東堂、お前以上のクライマーはいない。早く、そして美しい登りだ。まさに山神の名にふさわしい。荒木田、お前の野獣のごときゴールへの執念には感服する。よくチームを、俺を運んでくれた。俺が首相を全うできたのはお前たちのおかげだ。礼を言う。よせって福ちゃん。いや、なんか照れるな。なんだ改まって。したいって思いながら過ぎた。パッとしない日々は無駄じゃなかったのかな。ありがちな未来にひどく落ち込んだり、さりげない仕草で立ち直ったりして、綺麗な最後まで歯を食いしばって、もしかしてぐらいにかけ続けたいよ。
段を押したら何度もやり直せる。ゲームみたいならさ、どんなに楽だろうな。思わせぶりな態度はやめてよ。素直に生きてみてよ。なんだって簡単じゃないって打ちのめされて、差し出したその手ももう掴めないよ。悪いイメージがまた心に影を落としても責めないで。信じられなかった日もそんな風に意地張ってひねくれたって、できることなんて二つしかないだろう。大丈夫、またそこが始まりなんだよ。最後まで歯を食いしばって、もしかしてぐらいに勝て続けたいよ。悪いイメージがまた頭に芽を出してしまっても、やめないで信じ続けてこと。そんな風に誰かと比べたって、君は君でそれでしかないだろう。なんだこれは、全然ピントが合ってないではないか。こりゃひどいな。誰だよ撮ったやつ。お小野田ちゃん、え、何いたの。絶対に諦めない、それがチーム総北だ。